血節性硬化症とは、母反症の一つである。常染色体優性遺伝をする遺伝性疾患であり、顔面血管線異種、転換、精神発達地帯の三つの症状が特徴である。日本では、難治性疾患克服研究事業の対象となっている。根本的な治療法は存在しない。主な症状への対象療法、開発中の薬剤等に関する情報は、 下き算症。肺リンパ脈管筋主症は、若年女性に見られる、稀な疾患である。病理学的には、血管筋脂肪腫の肺病変と区別することができず、ラムを肺原極型の血節性硬化症と捉える者も,もいる。CT では微慢性の脳法の形成があり、病理学的には、肺法の破壊と、平な目筋の増生が認められる、閉塞性換気障害を起こし、 気胸の原因にもなる。進行例では、肺移植が必要となる。アピニトール、血節性硬化症に伴う、人血管筋脂肪腫及び、上着下巨細胞性細胞腫の治療薬として、効能効果追加承認を取得2014年5月29日閲覧、神経皮膚症候群に関する調査研究、血節性硬化症の顔面血管繊維腫に対する、 ラパマイシン南光外用療法に関する研究2011年11月8日、閲覧。ありがとうございます。